皆さんこんにちは。こんにちは。くくるばなでラブミュージック、略してくくラブ。お時間がやってきました。はいはい。歌番を覚えていますか？あ、ありましたね。歌番、はい、中井雅宏さん、トンネルズの石橋さん、はい、2人の、番組歌番組だ歌、あれ歌が、あの番組歌番組だったんですよね。そうそうそう、そうですよ。バラエティ番組じゃないのかな、トーク番組じゃないのかなと思って見てましたけど、ね、トーク番組っぽかったですけどね、うん、だから最初は歌番組だったみたいですよ。懐かしいな、懐かしいな、懐かしいな、ね、うんうん、はいはい。くくるばなからやってきましたです。酒山ちまです、よろしくお願いします。はい、そして宮城たちです。そして山の上のです。そして上間千恵子です。はい、おもけの部屋です。よろしくお願いします。イエーイ。このくくるばなでラブミュージックってね、島田さん、はい、あの歌番はなぜ歌番の話をしたんですか。くくるばなでこの番組ね、はいはい、一応あの音楽番組らしいんですよ。そう、一応音楽番組なんですよ。一応ね。はい、だからまあ曲2曲流してるんですけど。あれ、はい、音楽番組なの？音楽番組、音楽番組じゃない？トークじゃないよ。だってくくるばなで I love music ですからね、はい、音楽好きですよってことですからね。そうですよ。そうなの？そうですよ。まあ別にあの、ね、あ、それであれね、トーク番組みたいねっていう話で、うん、クックラブもトーク番組みたいねみたいな。すごいな、あの、うん、歌番ってあのモーニング娘。ちょが出てったのか、よく出てったのか覚えてますけどね、はい、うちの歌手、ね、出るんですかね。ね歌手ねえ、ね、姫野さん、姫野さん、姫野さん聞こえてる？歌番見てた？歌番わかる？テレビ、歌、あの中井雅宏さんと石橋貴明さんが出てたやつ覚えてる？あ、見てないか。いや、覚えてない。あ、覚えてないか。千恵子さんは覚えて、見たこともあります。見たことある、はい、あ、志麻さん見たことあるって。あ、やっぱりあるよね。正しくんは、見たことあるけど忘れました。あれ、あ、そっか、最終回見てないんで。あ、そうね、結構長いこと続いてたんじゃないの、うん、ね、まあ、特番で何回かやりますけど、今でも。さあ、はいはい、くくるばな、あのこのラブくくるばなでラブミュージックもこうバラエティーのノリで企画が出るんでしょうか。あ、できると思いますよ。いいと思いますよ。はい、はい、ね、じゃあまずは施設紹介を、じゃあ正しくにお願いしましょうかね。はい、島さんこれ渡してあげて。はい、くくるばなとは何ですか。はい、どうぞ。じゃあ施設紹介。はい、お願いします。くくるばなとは宜野湾市大山にある就労移行支援事業所、そうだったの、みんなで就職目指して頑張るところなんです。イエーイ、その当時、はい、そうなんですよ。すみません、忘れてた、忘れてた、忘れてたな、この人は。歌番じゃないよね。施設紹介だ、施設紹介だからね。はい、なんかあれよ、正しくんの声いい声だよね。そうですか。声よ、読むときになんかすごい、ね当たってるかどうか分からんけど、言い方があのまろやかな感じの言い方。そうですか。分かりにくい。ちょっと分かりづらいですね。自分の声って志麻、ね、さん思わん？正しくんの声いい声と思わん？そうですね、いい声です。ねえ、いい声だよね。何言ってんの、柊馬さんもいい声だよ、何言ってんのお前。あ、いい声だよ。そうです、いい声だよね。いい声で、はい、ね、はい、じゃあ早速ですけど、今日のテーマいきましょうか。はい、テーマか。はい、柊馬さん覚えてます？まあラジオやるからには誰かの役に立ってほしいよね、はい、そうだね、うん、誰かの光になってほしいよね、うん、そうだね。あなたたちは、はい、誰に光をもたらしたいですか。もう神々やしや。お前神々やしや。はい、はい、本日のテーマはあなたは誰の役に立てますか。あ、今日のテーマはこちら、なんだっけ。おひなさん、ひな祭り、ひな祭り。あ、そう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 、あ、よかったよかったよかった。ひな祭りだけどね。誰の役に立ちますか、でテーマはひな祭り。そうそうそう。そうです ね、まあ、今日のテーマはひな祭りということでね、うん、そうだね、はい、もしね、うんうんうん、はいはい、こう我々で世界を救うとしたらどんなことができるかなと思ってね、うん、ああ
どんなことができるかな。まあいつもこんな、うん、まあ本来の番組なら打ち合わせできちんと話をするんでしょうけど。そうですね。うちはもうまあまあしゅうまさん自由だからね。しゅうまさん自体が自由だからね。うん、ちょっと聞いてみたいと思います。あ、じゃあ上間千恵子さんから。さあ、あなたが世界を救うとしたら何ができますか。何ができますか。うん？世界を救う。世界、うん、世界のためになること。さあ何ができるでしょうか。世界ってどういう意味でってことですかね、はい、ね、こういう感じになるわけだから、うう打ち合わせしてないと打ち合わせしてないとこういう感じになるって。そうだな、世界に、ああ世界に、世界っていう意味に、世界の人に対して、世界中の国々に対して、政府で、じゃあ独自お国の人にってこと。はい、何でもいいです、世界じゃ何ができるでしょうか。自分ができるってこと。はい、そう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 、花を届ける。おお。え、世界中の人に。素晴らしい。素晴らしい。会う人全部。素晴らしいね。素晴らしい。素晴らしいですよ。いつも花もうカバンパンパンに集めてないといけない。パンパンどころじゃないから。もうまずあの日本で、まずは日本で、日本一のお花屋さんにならないといけない。世界を救うから。そうそう、世界を救うから。世界を救うお花屋さん、上間千恵子。ああ、千恵子さん最高最高。いいね。いいな。あ、ちなみにですね、何、はい、シューバさんは、あ、ちなみにマザーテリサが言うからには、はい、マザーテリサが言うからには、あなたの、あなたの家族を愛してあげてください。あ、なるほどね。はい、シューバさんは、あ、何ができるかな、何ができるかな。本を書きましょう、まず。あ、本をね。書きましょう。うん。はい。のね、島さん、じゃあ、面白いと思える、感動できるぐらいの本を書きましょう。まあ、すぐパッて思い浮かばない人は、じゃあ、あなたの家族を愛しなさいと。愛しなさい。いうことですね。じゃあ、島さん。島さん、あなたの家族を愛してください。あ、そうですね。本を書きます。はい、OK。本を書きます。感動できる。いいと思います。さあ、今日のテーマはひな祭りということで、はい、はい、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、FM ギノワンでは、メッセージを募集しております。あ、ククラブではメッセージを募集しております。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、あ、com ですね。はい、ファックスは 098-943-0094、 943-0094。 また、FM ギノワンではホームページやユーストリーム、ツイキャスで映像と音声を配信しております。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、でははい、ククラブは株式会社ビッグワン、株式会社十太郎ホーム、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、アンダガシーの龍華の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では1曲いきたいと思います。はい、さあ、まずはシューマさんからのリクエストでいってみましょうか。はい、はい、ではこの曲をどうぞ。元気になってください。はい、平野綾でモンスター。モンスター、どうぞ。
はい、お届けした曲は平野綾でモンスターでした。モンスター、はい、モンスターといえば ね、はいはい、うん、やっぱりずっと24時間楽しそうでいるっていうことはできますか。どういうことですか。モンスターといえばってどういうことですか。モンスターといえばどういうことですか。モンスターといえば24時間、まあ、モンスターと一緒にいたらってこと。モンスター、モンスター、もう24時間元気ない人、もうずっと元気ない人に、風邪の人にとってはもうモンスター。え、どういうこと。怪物怪物。どういうつながりがあるの。何、元気ない、元気出すの難しいっていう人から見たら、うん、モンスターですよ。もう24時間も元気出す人。ああ、そういうことね。ああ、それができる、まあ、そうかもしれないね。できたら、もうできる人がいたらね、ずっと周りが明るいんですよね。うん、そうだね。うん、うん、そう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 。まあ、24時間でも、あの、睡眠時間は取ろうぜ。いくらね、元気な人でも眠らないとさ、うん、もう起きてる間はずっとハイテンションみたいな感じでしょ。そうですね。そう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 。やっぱりね、休んだりさ、ご飯食べたりしないとさ、いけないからね。いいと思いますよ。でもね、なかなか難しいかもしれないですけどね。ちゃんと休むときは休んで、テレビからオファー来るんじゃないかな。来るんじゃないかな。だって元気な人はね、うん、表に出てたりね、うん、テレビとか出てる人はね、もしかしたらそうかもしれないしね。そうだね、はい、さあ、今日のテーマはひな祭りということで、はい、テーマ忘れないでよ、はい、まだテーマについて話してないからね、はい、ひな祭りなんですけども。あ、そうそう、ひな祭りでしたね。そう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 、ひな祭りなんですけども、千恵子さん、ひな祭りなんかやります。やったというか、まあ、給食でひなあられが出たりとかして、うん、あー、ひなあら、あの袋に入ってるやつ、うん、あー、あったね、あったね。スーパーでももう今売られてるよ。スーパーでも売られてる、うん、ひな祭りになったら食べたりするの。買ってから、買ってから食べたりとかしない。あ、食べたりしない。そうなんだ。姫野さんはひなあられ食べる、うん、あ、ひなあられ、はい、食べます。食べる。最近食べた。あ、でも3月3日にならないと食べないかな。だって3月3日近くなったらね、はい、スーパーとかにひなあられとかが並ぶさね。はい、うん、そういう感じで、それ見たらちょっと買いたくなるとかあったりするかな。一応食べたことあるでしょ、ひなあられ。あ、うん、じゃあ今度ひな祭りね、もう、今度の金曜日かな。金曜日だからね、久しぶりに買って食べてみる、はい、ね、いいかもしれないね。はい、さあ、しゅうまさん、はい、はい、マイクが遠いですよ。あ、すごい、ツイキャス来てますよ、コメント。ありがとうございます。そうですね、ジョニーデップリンさん、ありがとうございます。ホテル仲良しクラブですかって来てますね。はい、仲良しクラブです。あ、はい、今日はね、テーマひな祭りについて話してますのでね、はい、はい、ひな祭り何してますかね。ひな祭りはもう今度金曜日ですけれども、だいたいね、ひな祭りって言ったら女の子のね、お祭りですからね。はい、多分女の子メインになると思うんですけども、はい、はい、男の子のシウマさん、はい、どうぞ、はい、ひな祭りはひな祭りは何してますか。ひな祭りか、うん、うーん、散歩だな。あ、散歩してんの。散歩だ。どこに散歩しに行くの。そうだね、去年まで、うん、すぐ近くの近いに桜があったから、うん、それ見てたから。若干枯れ木の、若干枯れ木の若干あ、もう3月って言ったらもうほとんど枯れてるから。あ、まあね、早い早い。まあ本土で言ったら今が咲く頃なんでしょうけど。あ、うん、あ、これ何の木なの。多分桜桜ではあった。あ、桜の木ね。そうそう、まあ、でも沖縄のね、桜の木はもう終わりじゃない、そろそろ、うん、そろそろね、終わりだよね、うん、ねえ、姫野さん、あれ、あ、はい、姫野さん、桜
桜を見に行く。あ、違うよ。これ、これさ、さっきさ、ウィキペディア、あのネットでさ、見てたらさ、ひな祭りはさ、あの桃の木なんだって、桃の木。驚き桃の木。うん。そうなんだ。ねえ、しもさん。はい。桃の木らしいですよ。桃の木。はい。桃ってな、桃ってピンクなの？ピンクなのかな？こう花、そうなんじゃない？いや、私、桃の節句って。ね、桃の節句っていうしね、女の子の節句、桃の節句っていうしね。へえ。そうそうそう。ひな祭り。ちょっとあれだね、ひな祭りをテーマにしてみたものの、ひな祭りをあまりね、詳しく知らない感じがするね。まあ、ね、いや、平さんも知らないんだけど、うん、気持ちとしてレディーファーストになるのかな。あーあ、それでもいいかもしれないね、うん、ひな祭りの日はね、レディーファーストするとか、お、ね、日本ではないさね、なかなかね、はい、そう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 、そうですよ、はい。あとでちょうどひな祭りのね、あ、もともとひなというのは女の子が人形遊びなどに使った平安時代に立ちびなだったものが室町以降に座りびなとなったと。今座ってるさね、ひな祭りね、あ、ひな祭りねってひな人形、うん、ね、お家で飾るのとかはそうらしいですよ、うん、はい。桃の節句はもともと春先に農業、農作業を始めるにあたり、物意味、厄払いかなどのする行事、人形はもともとこれの、汚れを移して川に流すとか、うん、そして、使われてたみたいですよ、はい、ね、だから特に女の子の祭りというわけではなかったみたいよ、うん、男女が一緒に参加したっていうことですね、うん、そういうのがあったりしたみたいですよ、もともとは、うん、はい、勉強になりますね、はい、はい、じゃあもう一曲いきましょうかね、はい、この曲いってみましょう。サザンオールスターズでシャララです、どうぞ。
はい、2月28日のククラブをお届けしておりますけれども、今日のテーマはひな祭りということで、まあ、みんなで4択してますけれども、はいはいはい、姫野さん、姫野さん、はいはい、姫野さん、姫野さん、はい、姫野さん、浦崎幸太郎と姫野さんとが何、うん、ちょっと一つね、うん、ポエムも欲しいなと思って、ポエム、うん、ポエム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 、うん、うん、ポエム、はい、どうぞどうぞ、うん、ツイッターに書くみたいに今の気持ちをどうぞ、はい、あ、どう、え、シュマ君が言うんじゃないの、え、シュマさん、シュマ君、シュマ君が言うんじゃないの、うん、今日今思ってることを一言聞きたいなと思って、あー、それシュマ君が言ったらさ、じゃあ、そうそうそう、というか、うん、どうぞ、無茶振りするんじゃなくて、無茶振り、無茶振りだよ今のは、ちょっとね、声聞きたいなと思ったね、あー、なるほどね、そういうことか、まあ、姫野さん、あれさ、ほら、打ち気さ、打ち気打ち気かな、うん、急に振ったらさ、あの、喋れなくなるからさ、うん、あれ、シュマさんないの、ん、あー、そういうことか、あー、なるほどね、はい、じゃあじゃあ、まあ、ひな祭りなんですけれども、まあ、ひな祭りで思いつく、思い浮かべるのっていうのは何ですかな、正しくん、え、何でしょう、かさっき話したさ、まあ、うん、桃というつながりなら桃太郎という意味で、はい、まあ、桃っていうのは薬味だからね、薬を払うっていう意味で話します、ほうほう、まあ、でさっきね、これでね、あの、桃太郎の話は、うん、まあ、鬼がもともと病気とか薬味とかタイプだったし、はいはいはい、まさにひな祭りと同じじゃないですかね。ああ、なるほど、ね。役を、まあ、ひな祭りはひなは役をもらって追い払うって、まあ、受け止めるって感じだからね。ああ、なるほど。それで流、役を流すみたいなね。うん、まあ、流しひなって呼ばれる。流しひなね。ああ、そこで、ね、流されたひなはどうなっちゃうんだ。どうなっちゃうんだ。気になりますね。はい、勉強になりますね。さ あ、ごめんなさいね、もう時間となってまいりましたけれども。はいはい、ククラブは毎週火曜日の1時半から2時の30分間生放送でお届けしております。来週も聞いてください。今週のお相手はどうぞお名前を。詐欺の週末と、そして北田氏と、そして山田梅の、そして三本千代子です。さよなら。ギリ